ペラペラ喋るやつは負けフラグ。ハズレ枠の状態異常スキルで最強になった俺が全てを蹂躙するまで、第9話の反応集&感想どうぞ。59分まで前番組やってて01分開始なら番組表も01分にしろ定期。さてデカムネエルフを見るか。ムラジ自ら追ってきたのね。今日はこいつの顔が紫色になるのか。木の幹から胃が出てきた。セラスさん何その変なマスク。頭より先に隠した方がいいものあるだろう。頭隠して胸隠さずってことか。丸出しでその仮面はおかしいやろ。開幕即作戦バレててくさ。そのでかい胸で誰かわかりませんか。ドスケベな格好にフルフェイスの兜は上級者向けだな。違和感があるのはセラスさんの格好だが。言葉の違和感よりよ、イマルダシの違和感をどうにかしろ。止まるんじゃねえぞ。君のような勘のいい糸目は嫌いだよ。アバンから割とお腹いっぱいになりそう。癖がすごいオープニングきた。毎週クソ女神から煽られる同期作品。オープニングの無意味謎剣舞好き。呪いの正体は毒なのね。すごいでかい。暗殺者がしく血を明かしちゃダメだろ。ペラペラよく喋ってくれますわね。獲物を前にペラペラ喋る暗殺者は三流だと教えたはずだな。バンジャーイ。全部喋ってくれるじゃん。はい、じゃあねえのよ。暗殺者だろ。高度な自白剤でも盛られてるの。何でも教えてくれる敵さん。なんで全部バラしちゃうの。さっきは賢さアピールしたのに。おバカさん、めちゃくちゃ説明してくれるので分かりやすいですね。でかいでかい。なんと見事な話が長いのでセラスさんのお胸にアップ。まさかセラスはシュレインだったとは気づかなかった。胸でもバレなかった。容姿は素直に褒めてあげるスタイル。ベルガとその兄バラガ、弟はブルガとカボルガじゃないんだ。ここで奴の兄が出てきたのか。ただのモブじゃなかったんだ。どんだけ喋ってくれるんだ。こいつマジで1から10まで説明してくれるな。全部教えてくれる優しい暗殺者さんだな。ひたすら全説明して進むな。喋りすぎだし弱そう。祝福を与える、意味深。ついでに性欲を吐露してきた。こう授かるえよ、意味深。このエルフいつもいやらしい目で見られてんな。ああ人間、ああ人間に言われるんだから本当に超絶美貌なんだな。セラス顔見ないでもイマル出しの時点で気づいてほしい。獲物を前に舌なめずりは三流のやることだって。ペラペラ喋ってるだけで面白い。ずるいアニメだ。アサルトアクセル、クソダサ仮面アクセル。原作者の知らない呪い、知らない呪い、パラライズ。ピギマルキター。ピギマルくん便利すぎる。パラライズ、ポイズンのコンも強すぎる。マスクで笑ってしまう。ペラペラ喋ってるって言われてる。本当にダラダラ喋ってるの致命的で笑った。顔面紫のルマキター。開始から9分で顔が紫色に。交渉術では10日にはかなわなかったね。やっぱり人類最強さんと比べるとクソ雑魚だな。種明かししてあげる、優しい。読み通りも何もこんなトンチキ相手になろう主人公が負けようないだろ。セラスさんの格好に違和感を覚えた視聴者の負けだったというのか。ピギマルさんもそうだそうだと言っています。ウィズさんにセラスさんの格好は教育に良くないのではないだろうか。ムダ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 。馬がそのまま紫色に。周りに死体が転がってる状況にちょっとは警戒しようよ。クズワン公爵、まさにクズ。ズワン公爵自ら出張るとはね。飛んで火に入る夏の虫状態。逃げ場がないのはお前らだよ。まさかの対象上限。対象数制限なんてあったのか。パラライズは80体までが上限なのね。ダークレンだ。ほんと切り替え早いな。10日エルフといえば弓。セラスさん、弓使えるのか。兜を貫通するってどうなの。絵に描いたようなろくでもない貴族。クソ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 、高速栄翔。兵庫県知事みたいになってきた。俺は知事だぞ、みたいなこと言わんといて。一度でいいからわしは公爵だぞとか、俺は知事だぞとか言ってみてえな。鎧も着ないで来たのかこいつ。イブさん容赦ない、かっこいい。
鎧ごと切るとかやべえな、イブさん。最後の挨拶は済ませたか。近い将来があるといつから勘違いしていた。逃がす理由がないので逃げられません。必中パラライズが強すぎる。始末は手短にな。幼女に手を出そうとした罪は重い。サラダバー、マミッター、むごい殺し方だ。覚えてろよーと言いながら速攻やられてやんの。大馬さん、巻き込まれた、ディセヌ。うん。円形がシシカバネ類類。リズちゃん、んだよ、意味がわかんねえ。目隠ししてるリズ、確かにそうなるよね。幼女には刺激が強いわね。傭兵なんだったんか、こいつら。いつの間に傭兵団になったんだ。バカげた高度で凍る。なるほど、証拠隠滅か。死体処理の心配もちゃんとする。凍らせた死体を粉砕処理して湖に捨てるのと変わらん。ペラペラ喋ったものの末路か。うまく処理完了。生きててもらっても犠牲者が増えるだけだからね。死んでもらってとっても嬉しいよ。お色気シーン来た。おーおー、マッパ。エーチコンの天下。エチチチチ。育ちすぎだろ。着てる時と脱いでる時でだいぶ森が違う気がする。胸のこと気にしてて草。リズちゃんの心配かわいいね。し、胃にも需要はあります。リズちゃんはそのままで変やで。胸を発育させないと女として扱ってもらえない。娼婦の道を歩ませようとしてたクソオカミ。思想強すぎるババ。育たなくていいんだよ。今のままでいいんだよ。そのドスケベな体で言っても説得力ないでしょう。そしてこのドスケベエルフである。見た目も中身もエーチだったんだった、この人。膝枕だとエーチすぎない？これも誘ってんだろ。どっちの膝の上で寝るか。膝枕の貸し試合してる。セレスのご褒美タイム。続きはプレミアム版で。萌えパート BGM 流れてきた。のほほんおふざけタイム劇版。かわいいぞセラス。イチャイチャしやがって。なんやこいつら、もっとイチャイチャしろ。興味があるのは耳だけですか。お前その胃を前にして耳なの？耳でいいの？先ほどまでの殺伐とした雰囲気とは段違いのほっこり。リズさんには見せられないやりとりだ。今何でもって。スリープ、眠れない夜も安心。寝ておけでスリークすんのひどいぞ。こういう時はスリープ便利やな。今週の学園組来た。クラスメイト忘れてたわ。なんでそんなエーチな格好で稽古してんだ。けしからん、もっとやれ。あのクソ女神の部下なのに優しい。根はいい人だった。ニャンタン。ニャンタンも好きやらバビシスの命狙ってたりしない？リズちゃんの服かわいい。トオカミモリ、いい趣味してるぜ。セラスさんみたいなスケベな格好をさせられないでよかった。ハエ王の戦団。ハエって略されない？大丈夫。ハエ王襲名、ベルゼブブって名乗ってほしい。ハエ王に謎のこだわりありすぎる。ネーミングに照れがなくていいね。トオカの団とかじゃなくてよかった。世界樹はカジノで一儲けしようとしたせいで枯れ申した。自動マップが位置関係を測れる紋章か。RPG のミニマップ、こういう仕組みだったんだ。この上ないプゲラガオ。女神への復讐心は収まらず。まだ1年も経ってないでしょ。そら薄まらねえよ。レベルアップには意味がある。俺だけレベルアップするか。すでに S 級勇者より強いやろ。とうか。クソ小清水女神来た。女神、ちゃんと鍛えるとか考えてたんだ。語学優の方を完全に忘れてた。調査兵団みたいな格好のやつら早死ににしそう。この鎧でこの人数策がめんどくさすぎる。エーチなおっぱいの女しかいない。ちょいちょいドスケベオ。イメンバーがいるのなんなんだよ。最高かよ。小鳩さんの出番はあったけどセリフがないとはな。グループ分けは派閥みたいなものか。なんでここだけ姉妹なんだ。トオカとクラスメイトが出会ったらやばいよな。ついに開校してしまう。これは出会う展開あるんか。あんたも行くんかい。仕事はちゃんとやる女神。そうやって接点作るのね。とりあえず再会して実力差を見せつけるんですね。ビシス神の立ち振る舞いが怖くとすぎるからどう考えても大ボスがいるよな。毎週エイ
チなエルフ見て30分過ぎてるの神アニメすぎる。 C パートがあった。白い恋人のような見た目。もぐもぐタイム。信じられない加工技術なお菓子。サクサクで笑った。リズさんが嬉しそうで何よりだ。シュキー。萌え女がよ。白い恋人を食べてるだけでスケベなエルフ。ギギマルもクッキーにご機嫌だぜ。 C パートは何かの伏線になるんですか？特に意味ないけど EC パート入れてくれてありがとうございます。混成ってそういう字なの。次回混成魔分隊突入ですね。死体を凍らせてから粉々に砕くところもアニメはうまく改変してるな。もう2話以降は安定して面白いな。謎の光線も湯気もない露骨なサービスシーン草、毎度ありがたや。4人しかいないのに副団長就任にウッキウキなセラスさん可愛い。ホワイトチョコクッキー夢中になって食べるセラスちゃんも可愛かった。今のうちにライバルを減らしておこう。エロく成長しないでいいのよ。つるペタのままでいいのよ。そのうちトウカさんがリズちゃんにちょっと優しくしたりすると、まさか幼女のつるペタボディが好みなのではと悩み始めるだろうなセラスちゃん。トウカってすでにクラスメイトたちより強いんじゃないの？主人公一人では今回やられそうだったシーンもあるから、必ずしも主人公無双ってことじゃなく仲間の活躍も見せ始めてるからな。肉体の物理的な攻撃力と防御力が F 級なんだわ。MP 全振りビルドで状態異常魔法の性能がおかしいだけ。パラライズが先に当たれば勝てるんだろうけど、現状策を浪してなんとか不意打ちしてる状況だからどうしてもギャンブル。小鳩ちゃんはオープニング映像を見たら10日さんのチームなのに例のいじめ女グループにまだいるのか。早く10日さんのチームに合流してほしい。ハズレ枠第9話視聴させていただきました。思いのほかあっさり蹂躙されてて笑いました。国王もまみっててしこりを残らせない。このアニメはちゃんと逃げるクズにも見逃さずにとどめを刺すから信頼感がある。どこぞのなろう主人公にも見習ってほしい。しかし前半の好む味とかいうやつのペラペラ喋るテンプレのような敵には笑いました。聞いてもないのに敵の目の前で全部喋るやつは負ける。はっきりわかんだね。国王も国王でこの危機的状況で味方を殺すとか意味わからんことしててわろた。スカなんでムアジいるのに自ら来たんだ。そして後半ではリズちゃんに可愛い衣装を作ろうなどして下準備。世界中へのマップも手に入れて一気に話が動いた感。このよろしくやってるパーティーを見て10日くんがまだ復讐の心残ってるのかって感想もちらほら見かけましたが、視聴者としてはあのクソ女神をボコボコにしてくれないとカタルシスが味わえないしな。てかあんなことされたら今楽しくやっててもちょっとやそっとじゃ消えないよ。それぐらいクソなことされたしな。部下のニャンタンって可愛い名前の人がちょっと裏切りそうな雰囲気出してますよね。いいぞ H 要員は大歓迎だ。でも H と言ったら今回のセラスさんにかなう人はいないでしょう。なんだこの発情エロフは。正直セラスさんが H すぎて内容頭に入ってこなかったです。前半のマージの喋ってる内容マジでどうでもよかったよ。どっちが膝の上で寝るかの言い合いしてる時も何やってんだこいつらと思いながらもニヤニヤしちゃってました。今週アニメのイチャイチャ度合いはこの場面が濃厚すぎましたね。はあ私もセラスさんに膝枕されてしてあげて。クラスメイトたちを久々に見ましたがどいつもこいつも相変わらずムカつく顔しとるな。なんかこのまま10日たちとエンカウントする流れになってそうな引きでしたが正直たぎります。クラスメイトへの仕返しを待ちに待ってた身としては次回からがめちゃくちゃ楽しみ。このクールで2人ぐらいはやってほしい。以上最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。